ックスミン。指原莉乃さんの言い出したセカンドレイプ。これにより、ほとんどの芸能人が何も言えなくなりました。がネットで話題。内容はこちら。X 民が昨今の物言えぬ風潮に疑問の声を上げているようです。では、小谷地さんのポストより内容を見てみましょう。小谷地。指原莉乃さんの言い出したセカンドレイプ。これにより、ほとんどの芸能人が何も言えなくなりました。村重杏奈さんのような勘違いも出てくるようになりました。皆さん気を使って言えないでしょうから、僕が悪役になって言います。松本人志さんから被害を受けたと主張されているたくさんの方々。警察へ行ってください。セカンドレイプ。ああ、そうですか。でも言いますね。警察へ行ってください。僕は未だに警察へ行けというのが何が悪いのか全くわかりません。それを言うことによって実際に被害を受けた人が声を出しにくくなるということでしょうが、それは逆もまた同じじゃないですか。それを誰もが言わない世の中になることによっての影響、考えたことありますか？言いたい放題、言ったもん勝ち、週刊誌の天下、冤罪だらけの世の中になってしまいます。特に何の証拠もない状態で、相手が声を上げた瞬間に人生が終わってしまうのですか？村重さんの言うように、相手が怖い思いをしたと言ったら、問答無用で謝らなければならないのですか？置き去りチェケラッチョのアンミカさん。あなたは男性を置き去りにしていませんか？笹原さんのセカンドレイプ発言も、言い方一つで全然違ってきたんです。僕は警察へ行けというのが悪いとは思っていませんが、他の人が声を上げにくくなる状況を防ぎたいのであれば、こう言うべきです。被害を受けたと主張する人に対して、すぐに警察へ行けという発言はあまりいいと思いません。なぜなら、この事件とは関係なく、世の中で性被害に苦しんでいる人たちが勇気を持って声を上げにくくなるからです。かといって週刊誌によるのが正しいとも思いません。今まで何度も嘘の告発により裁判で負けてきた週刊誌なんかに相談したら、お金目的や売名目的と言われても仕方ありません。あなたがそうでなくても、そういう目的の人も実際にたくさんいます。だから、やはり一番いいのは警察です。相手にしてもらえないのであれば、まずは病院へ行って診断書を取って弁護士に相談し、その上で警察へ行けば必ず対応してもらえます。警察へ行くこと自体が精神的に厳しいという方も、それなら週刊誌なんかではなく、性被害の相談窓口に連絡しましょう。警察の一部としての窓口もあれば、各都道府県が取り組んでいる窓口もあります。電話でも LINE でも、匿名でも相談可能です。被害を受けた上で、さらに二次被害を受けるのはよくありませんが、そうならないための行動もできるようにしましょう。わざわざセカンドレイプなんて単語を使う必要はありませんでした。ワイドショーのコメンテーター様ともなれば、僕なんかよりはるかに賢い方が多いでしょうから、このくらいの公平性のある発言は、生放送でも瞬時にできてほしいですね。小谷地さんのおっしゃる通りだと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。この文に全てが詰まった発言、ありがとうございます。過去に性被害を受けた一女性として、小谷地さんが言葉にしてくれたことで、ずっともやもやしていた気持ちが晴れ、感謝の気持ちで涙が止まりません。本当にありがとうございます。すっきりしました。事実かどうかわからんのに、セカンドレイプって怖いな。言いたいことが言えないこんな世の中じゃ。小谷地さんの発信が、より多くの人の目に留まりますように。昨今の物言えぬ風潮、絶対におかしいと思います。次はこちら。警察に行けば、裁判だってパーティションで囲って、顔や個人情報漏れないようにしてくれますよ。週刊誌は、自ら個人情報を晒しに行くことですから、安全ではありません。警察にすぐ行くことが、セカンドレイプも性被害もなくす方法で、最もいいことだと思います。警察だと、女性カウンセラーがついてくれたり、配慮してくれると聞いたことがあります。その通りだと思います。被害を受けたなら、まず警察へ行け。週刊誌などへリークする必要なんてないんじゃないかな。
警察に行くのと週刊誌に行くのとの違いがわからない。警察は謝礼ない、週刊誌は謝礼あり、くらいかな。週刊誌によるなってことです。セカンドレープとかいう魔法の言葉がまんま松本さんへのファーストレープになってますからね。女性側が嘘ついてる場合、まっちゃんもセカンドレープだよ。性加害を受けたのであれば週刊誌ではなく警察に行くのが普通だと思うのですがね。次はこちら。まずセカンドレープは週刊誌に自らネタを売った人には適用されないってことでいいよね。今回の場合は一方的な証言を記事にされたもので立証すらされてない、性加害ですらない可能性が高いのにレイプとかいうこと自体に無理があるわけだが、そもそもファーストレイプがちゃんと訴えているのかどうか曖昧な人にセカンドも何もって思います。たとえ週刊誌を通じてでも私はレイプされたってちゃんと訴えてる人はいないような。指原こそ名誉毀損で訴えられるべきですよね。サシハラスメントの方がやばい。未成年に対してやってることはジャニーと同じ。今現在指原氏には特大ブーメランが突き刺さっているようですからね。今度は指原氏が対応に追われるのではないでしょうか。最後はこちら。確かに、ただ、さすがにそこまで冷酷ではないだろうから松本擁護発言ばかりではバランス悪くなって番組が叩かれる。結果として松本側に不利益だと考えての発言と思ってる。指原ならそれくらい瞬時に考えるだろう。頭の回転はいいかもしれないですが、それに見合った知識がないのに頭が良いともてはやされるとこうなりますね。テレビ局の責任大きいです。 AKB 系列の元メンバーってそういうの多いのかなと思ってしまう。高橋みなみや秋元さやかもなんかずれたような政治的発言多いし、もう報道番組で芸能人にコメントをさせる文化をなくすべきではないでしょうか。結論、松本人志氏の性加害疑惑をめぐり多くの芸能人が声を上げている状況があります。指原莉乃氏や村重杏奈氏やアンミカ氏のように週刊誌の記事を鵜呑みにし松本氏を執拗に叩く輩もいれば、結城真央氏やレゲエシンガーミンミ氏や家田翔子氏など松本氏報道に疑問を抱く人もいます。しかし松本氏を擁護するとなぜか批判の声が多く飛び交う状況があります。小谷氏の指摘するように週刊誌の報道が 100% 正しいわけではないのにセカンドレープという言葉を使い物言えぬ空気を生み出している今の風潮はおかしいと思いますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたらチャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。